この間地震がね、マイクがありますね。あ、はい、マイク。朝の1時ぐらいでしたかね。もう地震が来る前にスマホがなんか警告、地震が来ますとか、ね、あれでびっくりして、その後って言って、今考えたら、あの中じっと布団の中でじっとしてたんですけど、あれでよかったのかな。地震が来ます言った時に、多分布団から出て安全なところに避難しなきゃいけなかったんでしょうか。正解は石本さん、どうしたらよかったですか、ああいう時は。、うん、多分もうじっとしてましたね。おお、揺れる揺れるって言ってね、上から落ちてきたら終わりでしたけど。あのあとね、家内にも言ったんですけどね、変な夢見ましてね、進学校の卒業式に出てるんですけど、なんかガウンを着なきゃいけなくて、それが私が持ってってるガウンがなんか変なね、チェックの柄のガウンなんですよ。でその日にですね、その日に実は履いていこうと思ったズボンがちょっと破れてて、で嫁さん直してもらって、普段履かないチェックのズボンを履いたんですよ。多分それがこう脳に残っとったか知りませんけど、でそのチェックのガウンみたいの着て登壇するわけですよね。でなんか恥ずかしいなとか思いながら、そしたら私の古くからの友人がそこになぜだかおりまして、一つしかない椅子を彼と取り合うんですよ。なんか椅子取りゲームみたいなことをですね、その講談の絵でやって、で私は追い出されてこけてしまうんですよね。その瞬間目が覚めました。はい、という話です。はい、また夢の話ですから。はい、僕は大体変な夢見るんですね。はい、今日はですね、預言者の声、主よお話しくださいというテーマで、サムエルの話をしたいと思います。先週のおさらいをちょっとね、やりたいと思いますけども、先週はね、モーセの失敗の話だったんですけどもね、イスラエルの民が、40年荒野をさまよったんですけど、さまよってもう一回約束の地に入ろうと思った、その場所でまた再びね、水がないと言って文句を言ったんですね。でその時にモーセとアロンは即座にどうしましたか、そう文句を言われて、どうしましたか。主の前にひれ伏したとか言ってですね、会見の天幕で主の前にひれ伏したと、私だったら文句を言われたら何を取るんやって言ってですね、お前ら40年もぐるぐる回らされてまだ分からんのかって言って説教したいとこですけど、モーセとアロンはすぐ主の前に、会見の天幕の前でひれ伏したと。それはまあ一つには、主の怒りがね、下る民に下るんじゃないかということを心配した、まあ、彼らのこの親心というか優しさであったと思いますけれども、で会見の天幕でひれ伏したモーセとアロンに、主はどうせよと言われたか、どうしなさいと言われましたでしょうかね。杖を取って岩に命令せよと言われたんですね。この目を出したアロンの杖ですけれども、杖を取って岩に命令しなさいと、そうおっしゃった。でもモーセは命令しなくて、岩を叩いちゃったんですね。杖で2回叩いてしまった、で、それに対して神様はモーセに非常に厳しい裁きを与えられましたね。あなたはこの約束の地に入ることはできないと、もう散々苦労してやっとここまで来て、あと一歩というところで、神様はこの失敗によってモーセに非常に厳しい裁きを下された。なぜだったか、先週の話はそこだったわけですけれども、ご存じだと思いますが、これは主が聖であることを示さなかったからと聖書に書いてあるんですね。主は聖なる方であるということを示さなかった。それはどういうことかというと、モーセがまるで神ご自身であるかのように振る舞ってしまった。まるで自分の力で岩から水を出してやっているかのように振る舞ってしまった。そこが、彼の大きな失敗だったということでしょうね。やはりこの一戦は
たとえモーセといえども決して踏み越えてはならなかった。その一線を踏み越えてしまったことでモーセは厳しい裁きを受けるんですけれども、しかしそのことでですね、神様と人間の間には決して踏み越えてはならない一線があるんだということをモーセはまた民に、そして私たちに、まあ、伝えてくれているわけですね。まあ、人間は用いられたり、特別にこう神様の働きをするようになるとついついやはり高ぶってしまってですね、この、まあ、自分は神だとは言わないまでも、まあ、中にはそう言ってる人もいますけども、この神であるかのように振る舞ってしまうという、そういう、まあ、誘惑がですね常につきまとう。まあ、思い出せばイエス様がメニストリに交渉外に入られる前に、ね、サタンが誘惑しましたね。あれは、まあ、イエス様は神ご自身なんだけれども神であるかのように振る舞いなさいという誘惑だったんですね。石をパンに変えてみろと、あるいはここから飛び降りてみろと、そう言った。もちろんイエス様はその誘惑を御言葉によって跳ねつけられましたね。まあ、やはり常にこの誘惑というものは人間につきまとっているんだろうなと思いますけれども、まあ、先週はそういうお話でありました。でモーセが亡くなってですね、まあ、民はイスラエルの民は約束の地に入っていくわけですね。まあ、ヨシュアに引き入れられて入っていくわけですけれども、まあ、そこで生活を始めるんですが、その後モーセの後じゃあ預言者と言われる人は現れたのだろうかということですけれども、実はですね詩式の中に一箇所だけ預言者が出てくるんですよ。ちょっと意外だと思いますけれども、詩式の6章の7節と8節というところに、イスラエルの人々がミディアン人のことで主に助けを求めて叫ぶと、主は一人の預言者をイスラエルの人々に使わされたと書いてある。名もない預言者なんですね。でもこの、まあ、この一人の預言者、この人だけです。その詩式の中で預言者というのが出てくるんですね。ですから神様は詩士の時代であってもご自分の言葉を託して、それをイスラエルの民に伝えるということをなさっているということですね。で実はこの話の後ギデオンが出てくるんです。預言者が語った後に神様はギデオンを召されて、まあ、ギデオンを通してイスラエルの人たちをミディアン人から解放していかれるんですけども、そのやがて主は解放されるであろうというメッセージをこの預言者が伝えているんですね。でその後、まあ、預言者と言われる人はこの詩式の中には登場しません。ただですね、まあ、詩士たちもまあ、言ってみれば預言者的な仕事をしているわけですね。イスラエルの民が自ら罪によって招いた危機に瀕してですね、際して主は助けを求める、彼らが助けを求めると獅子をと呼ばれる人を起こされたって書いてくる。でこう繰り返し繰り返しその話が出てくるんですね。で、まあ、預言者とは書いてありませんけれども、まあ、彼らは主の代務者でありまた代弁者でもあったので、ある意味では預言者的な仕事をした人であろうと思いますけれども、でこの最後の獅子と呼ばれ、またモーセの次の預言者となったのがサムエルなんですね。でサムエルの生い立ちについて、これはサムエル記の1章に出てまいります。まあ、これは長いので読みませんけれども、まあ、皆さんご存知だと思います。またお読みいただきたいと思いますけれども、サムエルの生い立ちはやはり特別なものでしたね。まあ、モーセがそうであったようにサムエルも特別な生い立ちを持っておりました。彼のお母さんハンナという人は、長い間お子さんが与えられなかった女性だったんですね。で、まあ、夫のエルカナには2人の妻があって、一人がこのハンナであったんですけれども、もう一人はペニナという人 でこのペニナという人には子供があったんですね。でこのペニナという人は意地悪な人で、子供のないハンナをですね、何かというとこの、意地悪を言ってですね苦しめたわけですね。でハンナは本当に苦しんでおりました。まあ、その当時ね、
子供が与えられないというのは、まあ、女性としてはもうその役割を果たせないということだから、簡単にこう離婚されてしまう、そういう時代だったですからね。で、ハンナは、まあ、年に一度このエルカナ一家はですね、まあ、家族全員で、まあ、当時まだあのエルサレムに神殿がない時代ですから、シロというところに、会見の天幕というですね、あの40年間あれのさまよった時に神様がモーセに作り方を教えられたあの幕屋ですね、それがシロというところにあったんですね。そこにエルカナ家族は行って1年に一度行って、まあ神様に捧げ物を捧げてた。でその時にですね、ハンナはこの幕屋に行った時に切に祈りました。本当に声を殺してですね、祈っていたんですね。で彼女はこう祈りました。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てませんというですね、こういう、まあ、請願というかね、誓いを立てたんですね。でまあ、この頭にカミソリを当てないというのは、いわゆるナジル人と立法の中に定められております、神様の働きのために特別に、まあ、選び分かたれた、人のことですけれども、まあ、有名なのはサムソンですけどね、まあ、サムソン、まあ、ナジル人にしちゃいい加減なやつでしたけども、まあ、でも髪は切らなかったですね。で、ハンナはこのもし男の子が与えられたら、その子を神様にお返ししますと、ね、そしてナジル人として、まあ、特別な神の器としてお捧げします、まあ、と約束をしたんですね。子供が欲しいけれども、与えられたらその神様にお返ししますという、まあ、ちょっとね究極の選択のような誓いですよね。まあ、でも神様はこのハンナの祈りを聞かれて、男の子が与えられるわけですね。でその子がサムエルでありました。でハンナはですね、約束通りサムエルを主に捧げました。会見の天幕のありましたところに、まあ、エリというですね祭司がおりましたけれども、エリのところに連れて行ったんですね。で私はこの子を主に委ねます、この子は生涯主に委ねられたものですと、まあ、日本で言えば、まあ、寺に預けたということですね、出家させたということですね。ただまあ日本の場合は寺は至るところにありましたけども、まあ、イスラエルの場合はもう神殿は一箇所ですからね、特別な意味を持っているわけですけれども、まあでもそうやってハンナは主の約束を守って与えられたサムエルを主にお捧げするんですね。でその後ご聖書を読んでいくと、ハンナにはその後子供が与えられたって書いてあるんですね。まあなんかめでたしめでたしみたいな話なんですけども、まあ、そのようにしてサムエルは母の特別な祈りの答えとして、生まれてきたわけですね。そして、祭司のもとに預けられた。で彼はいわゆるその祭司職にある系統の人ではありません。いわゆるレビ族の出身でもありませんし、祭司の血筋ではないんですけれども、それでも神様の会見の天幕で使えるものとして、祭司エリのもとに預けられたんですね。でこの当時、祭司エリ、そしてその特にその息子たちですね、2人の息子たちが非常にこの堕落をしていたというのが聖書に書いてあるんですね。で、まあ、この辺もまあ、一時読みませんけれども、なんとですねこの祭司エリの息子たち、まあ、彼らも祭司ですけれども、この息子たちはですね、人々が生贄を捧げに来ますよね。そうするとその捧げられた肉を特製の三つ股を持ってきてですね、でこれだいたいこの生贄っていうのはこう美味しいとこ全部燃やしちゃうわけですね、全焼の生贄で燃える前に刺してで奪ってですね、で食べてたっていうんですよ、ね、でこれは祭司の権利だとか言ってですね、で人々が捧げ物を持ってくるたんびにそうやって奪って、肉を食ってたんです、でそれだけじゃなくて幕屋で働く女性たちとたびたび関係を持っていたとかですね、とんでもないやつですね。こういう祭司がおりまして、
で神様は当然このエリの息子たちホフニとピネハスというですね、いかにも悪そうな名前ですね。なんかサウンドがなんか悪そうな感じですけれども、このホフニとピネハスのやってることをもちろんご存知で、非常に厳しく彼らに対して、罰するということを語られました。で父エリにですね警告を与えられました。でお父さんのエリも、まあ、妻子でありましたから息子のやってること息子たちのやってることは目に余って、警告を与えてるんですね。でこのように言ってます。人が人に罪を犯しても神が間に立ってくださる。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれよう。人が人に罪を犯した場合は主が間に立ってくる。神様は間に立ってくださるけれども、もし人が神様に罪を犯したら誰も取りなしてくれないよと、そう言って、息子たちに、まあ、警告を発したんですけれども、彼らは父の声に耳を貸そうとしなかった。で主は彼らの命を絶とうとしておられたって2章の25節に書いてある。いや厳しい言葉ですね。まあ、お父さん一応言ってますけども、どうも迫力がなかったですかね。もう息子たちはとっくにもう堕落しきっていて、父の言うことに耳を傾けることすらできなくなっていたということでありました。そんな中で今日のこのサムエルの3章の話ですね。ちょっとだいぶな、前置きが長かったんですけど、一応そういうことが分かってないとこの3章を読んでもですねよくわからないので説明をいたしましたが、3章の1節から21節を読みたいと思います。ちょっと喉が渇いたので水を飲みたいと思います。空気がめちゃめちゃ乾燥してますから、サムエル記上3章の1節から21節です。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。ある日エリは自分の部屋で床についていた。彼は目が霞んできて見えなくなっていた。まだ神の灯火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルに呼ばれた。サムエルを呼ばれた。サムエルはここにいますと答えてエリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが私は呼んでいない、戻っておやすみと言ったので、サムエルは戻って寝た。主は再びサムエルを呼びに、サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは私は呼んでいない、我が子よ、戻っておやすみと言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は三度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よお話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください、しもべは聞いております。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことを行う。それを聞く者は皆両耳が鳴るだろう。その日私はエリの家に告げたことをすべて初めから終わりまでエリに対して行う。私はエリに告げ知らせた。息子たちが神を汚す行為をしていると知っていながら咎めなかった罪のためにエリの家を常しえに裁くと。私はエリの家について誓った。エリの家の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しえにあがなわれることはない。サムエルは朝まで眠って、それから主の家の扉を開いた。サムエルはエリにこのお告げを伝えるのを恐れた。エリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは答えた。ここにいます。エリは言った。
お前に何が語られたのか私に隠してはいけない。お前に語られた言葉を一つでも隠すなら神が幾重にもお前を罰してくださるように。サムエルは一部始終を話し隠し立てをしなかった。エリは言った。それを話されたのは主だ。主が御目にかなう通りに行われるように。サムエルは成長していった。主は彼と共におられその言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。ダンからベールシェバに至るまでイスラエルのすべての人々はサムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めた。主は引き続きシロでご自身を表された。主は御言葉を持ってシロでエルサレムにご自身を示された。以上であります。まあこれ有名なね、ストーリーですけれどね、まあ、子供の頃よく聖書物語とか聖書絵本とかで、読んだり聞かされたお話だったんですけど、大人になって初めてちゃんと自分で聖書を読んだ時にこのまあ、サムエルに神様をお語りになるっていうそこのところしか子供の時は知らなかったんですよね。で神様がサムエルに言われたことがえらい厳しいことだったっていうのは大人になって知ってですね、それはちょっとショックだったのはよく覚えてます。まあこれは、ね、主がサムエルを呼ばれたっていう話ですけれども、サムエルは神殿におりました、まあ、エリーのもとに預けられてですね。じゃあこの頃いくつぐらいだったかちょっと分かりませんけれどもね、まあ、まだそんなに大きはなかったと思いますね。幼かったと思いますけれども、神殿で、眠っておりました。神の箱が安置された主の神殿で寝てたんですね、寝てたとこが良かったですね。良かったのか悪かったのか分かりませんが、神様は臨在される場所に彼は寝泊まりしておりました。で、主はサムエルを呼ばれたんですけれども、サムエルはもちろん主からの呼びかけを聞いたこともありませんでしたから、まさか主なる神が自分を呼ばれるとも思っておりませんでしたので、これはエリがお呼びになったんだなと思って彼はエリのもとに走って行って、お呼びになったので参りましたとそう言ったんですね。だ夜中の出来事だったと思いますね。でそういうことが3度ありました。で3度目にようやくエリが、あ、これは主なる神様がサムエルに語っておられるなということに気づいたんですね。息子たちの、大きな過ちを正すこともできず、ブクブクと太り、太ったって話って後から出てくるんですけども、目も見えなくなっていて、しまっていたエリでしたけれども、これぐらいのことはようやく分かったですね。三子ですからね。あ、これは神様がお呼びになっているんだなということが分かって、それで、サムエルに対して、もしねまた呼びかけがあったら主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさいと、そう、サムエルに言うわけですね。で、4度目にまた主はサムエルを呼ばれました。サムエルよと。で神様は呼びかけられるんですね。聖書の中に、いろいろ神様から呼びかけられた話が出てますけれども、神様はまずこの名前を呼ばれるっていうことが多いですね、サムエルよって呼ばれて、でサムエルはこの時、あ、これは主がお語りになったんだなということに気づいて、エリから言われたようにどうぞお話しください、しもべは聞いておりますと素直に、答えました。神様に、の語りかけに素直に、聞いておりますと語りましょうねと答えましょうねという、おすすめのところではあるんですけれども、でそうサムエルの準備ができたところで主がサムエルに語られるわけですけれども、これはさっきもちょっと言いましたけれども、決して楽しい素晴らしい、良いお話ではありませんでした。神様はサムエルよ、エリの息子たちにしたこと、そしてそれエリの息子たちがしたこと、そしてそれを咎めなかった、それを支配できなかったエリに対する裁き、あらかじめ神様は、エリには伝えておられましたけれども、それは必ず起こるよということをエリと一緒にいるサムエルにも伝えられたんですね。
サムエルはまだ幼かったけれども、この時初めてサムエルは主の語りかけを聞くわけです。そして、神様がなさろうとしているということを聞くんですけれども、それは自分がお世話になっていた、ね、自分が暮らしているこの祭司のエリに対する、あるいはその家族に対する裁きの話でしたから、翌朝、ね、サムエルはその話をしたくなかった。でもエリはそれを察したんでしょうね。神様が何を語られたかということを察したんでしょうね。さっき読みましたように、隠し立てしてはいけないよと、ね、もしあなたが一つでも隠したら神様が罰せられるようにと言ってですね、エリはサムエルに語らせるわけですね。でサムエルは一部始終を話し隠し立てをしなかったと、まあ、言いづらかったことだと思いますけれども、そうやって、神様が語られたことをサムエルはエリに伝えたという、そういうお話ですね。でこのお話はでそのあとですね、このあとサムエルは成長して、サムエルの言葉はその通り成就していくわけです。そしてもちろんこのエリとその家族はこのすぐあとにですね、死んでしまうんですね。戦いで殺されてしまいます。でサムエルは神様がまず何かをなさる時に自分に語りかけられると、そして、そのことを人々に伝えるっていう、まさにこの預言者の仕事を幼い時から、仕事というか預言者の務めを幼い時から与えられるんですね。で、この後そのサムエル、これからお話ししていきますけど、いろんな働きをしていきますけれども、主が彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった、それはもうサムエルは神様の言葉を聞いてそれを伝えていくわけですから、それが必ず一つ一つ成就していったわけですね。で人々はサムエルを預言者と認めたと書いてあります。ダンからベールシェバに至るまでっていうのはイスラエル全土ですけれども、イスラエルの全ての人々はサムエルが主の預言者として信頼に足る人であることを認めた。もともとねサムエルはその祭司の家系でもありませんでした、ね、その特別なその誕生ではありましたけれども、本当に一階の、ね、普通の人のところで生まれた男の子だったんですけれども、神様が彼を用いておられると、主が共におられて、彼の語られることは主が語られることだということを人々は認めてい、ったわけですね。そして、主は御言葉を持ってシロでサムエルにご自身を示されたと。この後もずっとサムエルはこの神様の幕屋のもとに仕えて、そこで神様の声を聞き続けた。そしてそれを人々に語り続け、その技を成し続けていたということがわかるわけですね。で、今日はこの、主よお話しくださいというテーマですけれども、サムエルに対して主は語りかけられましたね。神様はサムエルにですね、いきなり、よう聞けよと、ね、エリのところに裁きが下るぞと言って、それ言うてこいと言われたわけではありません。まず彼の名前を何度も呼ばれてるんですね。で最初はサムエルは主が呼んでおられるということは分からなかったけれども、エリの忠告があって、よくよく4度目に主よ お話しください、どうぞお話しください、しもべは聞いておりますと言って聞く準備をしたんです。で、神様はいろんな形で私たちに語りかけられると思います。今もですね、主は私たちにいろんな方法で語りかけられます。一番はやっぱり何と言っても御言葉を通して語りかけられますから、私たちにはこの御言葉がありますね。サムエルの時代にはまだありません。でも私たちにはこの新旧良薬の聖書がある、神の言葉がありますから、何といってもこの神の言葉を通して私たちに語りかけ、もうすでに語りかけておられるわけですね。こんなにたくさんあるわけですけれども、私たちしばしばこうね、一つの聖句でね、これだってみたいな、なんかおみくじみたいに、この言葉で神様が語られたみたいに思うこともあると思いますが、それは間違いじゃありません、はい、
そういうことももちろんあります。ありますが、神様は聖書全体から語りかけておられるということを忘れちゃいけません。で、聖書の言葉っていうのは必ずその前後関係があって、その書簡全体のメッセージがあって、そして聖書全体のメッセージの中で一つの言葉があるんですね。なので、この、まあ、もちろん毎日のデボーションの中で聖書を読んで、聖書を開いて読んでいる中で神様が語られかけられるわけですけれども、その言葉一つ一つですね、その、まあ、言ってみれば全てが神様のメッセージであるということを分かった上で、このあ、これは神様が語りかけられているんだなということをまず理解しておかなければなりません。人の言葉を通しても神様が語りかけられますから、例えば私がこうして皆さんの前でお話をしていることの中でね、神様は今日を私に語りかけてくださったなって感じられることはあると思うんですね。でこれ実は私自身もそうなんですよ、ね、私自身も説教してて、変な話ですけど、自分が語った言葉で自分が教えられるということがあるんですね。で、やっぱり説教者って幸せだなと思うのは、もうこの聖書を用いて話をするというこの準備の中で、神様からの語りかけをずっと聞いてるわけですね。だからこの仕事はそういう意味では私にはうってつけだなと思いますね。こういうことでもしないとなかなか神様の声を聞こうとしない人間だと思うので、神様はこの仕事を私に与えてくださったんじゃないかなと思いますけれども、あるいはお友達からの忠告とか話助言とかの中で神様のメッセージを聞き取ることもあるでしょうし、あるいは他の信仰の書物とかね、そういうものの中から語りかけることもあるでしょう。また私たちの心に直接語りかけられることもあると思いますね。このサムエルのように直接語りかけられることもあると思いますけれども、だそのメッセージはですね、検証が必要です。神様が私の心にこう語りかけられたんですって言っても、本当にそれは神の語りかけかどうかっていうことはわからないです、ね、自分がそう思ったかもしれない、たまたまどっかで聞いた言葉が思いついただけかもしれない。だから重要なことであればあるほどですよ。神様は今日はパンにしましょうか、ご飯にしましょうか、パンにしろって言われたなと思ってパン食べる、それは全然構いません、はい、パン食べようかご飯食べようかラーメン食べようか、そんなのはどうでもいいことです。でもすごい重要な人生の決断においてね、神様は語られましたと、いうようなことがあったら、それは必ず検証が必要です。どなたかに相談するとか、牧師に聞くとか、独りよがりになって、あ、神様私の声に語りかけられた、ここに語りかけられましたと言ってですね、はい、私アフリカに行ってきますとかっていうのはやめてください、はい、そういう人も結構いるんですけど、はい、後から後悔しますからね、特別なこと、ね、重要なことの時には必ず検証すると、ね、いうことが必要です。でも大切なことはさっきもちょっと言いましたけれども、聞く準備ができているかどうかということですね。神様はサムエルにいきなりメッセージを伝えられてないんですよ。彼の名前を呼んで、ね、何度も何度も呼んで、そしてサムエルに聞く準備ができて、しもべは聞いております、主をお話しくださいって言うまでは待ってらっしゃるんです。これが今日のこのお話の中で一番重要なことだと思います。だからもう別に神様の声なんか聞きたくないのに、いきなり神様が耳元でガーッと喋ってですね、ダーッて言って、さあ分かりましたみたいなことはないわけですよね。神様はジェントルマンですから、はい、世界最高のジェントルマンですから、決して私たちの意思とか、ね、態度とかということを無視して無理やりご自分の言うことを聞かせるということはありません。私たちが心を備えて、主よどうぞお聞くお話しください、ね、私あなたの言われることを何でも受け取りますよって準備ができてないと語られないんですね。
私たちはしばしばこっちの言うことは聞いてほしいんですよ。ああしてください、こうしてください、どうぞ どうかどうか神様あれもお願いします、これもお願いしますと言ってですね、こっちの言うことは一生懸命言うんですね。で言うだけ言って、神様の言うことは聞かない。いやいやもう私は聞くつもりはありません、言うばっかり、あなたは私の言うことを聞く人、神様は私の言うことを聞いてください、お願いしろって書いてありますから、お願いしますから、いやお願いするなということではありません。私たちはどんなことでも主に祈りなさいと聖書に書いてありますから。でも神様も私たちに何か言いたいはずなんですよ。神様も私たちに語りかけたいわけですね、さまざまな方法でね。でも私たちの方で聞く準備ができていなかったら神様は語りかけることができません。でまあ一つね、今日は提案ですけどね、黙想の時間を取ってください、ね。まあ、黙想というと、まあ、カトリックでよく使われる言葉ですけどね、黙想とか感想とかっていう言葉が使われるんですけども、そういうなんか特別なことではありません。座禅組めみたいなことは私は言っておりません、ね。もうね、本当に短い時間でもいいんですよ、ね。もう30秒でも1分でもいいですよ。まあ、お祈り、朝聖書を読んでお祈りした後に、ちょっと静かに神様どうぞ語りかけてくださいと、あるいは聖書をお読みになった後ですね、読んですぐに朝ごはんの準備しないで、はい、ちょっと今読んだ御言葉がどういう意味だったのかなと、神様がこの中から何を私に語りかけようとしておられるのかなということを神様に問いかけながら静かに待つと、それが黙想ということですね。そんな中で神様が私たちに語りかけられる、いろんな方法で私たちに語りかけてください。時には厳しいメッセージかもしれません、サムエルが聞いたような、もしかしたらすると自分が気づかなかった何か過ちを気づくこともあるかもしれないし、あるいは正さなければいけないことが示されるかもしれないし、でもそれは神様が私たちに対する完全なる愛を持って私たちに示してくださることですから、そんなに尊いことはありません。でも繰り返すようですけれども、聞く準備ですね、主よお話しくださいという、そういう心備え、心構えがなければ、主は決して無理やりに私たちに「わしのことは聞けんのか」と言ってですね、喝を入れるようなことはなさいません、はい。共にね、この1年、本当に短い時間でも構いませんから、主の前に静まって主の声を聞くということをね、していこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日も共に礼拝することができて、またあなたの御言葉から学ぶことができてありがとうございます。今日はサムエルの有名なエピソードからあなたのメッセージを聞くために私たちに聞く備えが大切であるということを学びました。主、私たちはあなたにいつもお願いするばかりで、ああしてください、こうしてくださいというばかりで、あなたが私たちに何を願っていらっしゃるか、何をしてほしいか聞くその時間を取っておりませんでした。どうぞお許しください。どうか今年はあなたに祈った後に、あるいはあなたの御言葉を読んだ後に、必ずあなたの声を聞く時を持つことができるように、そしてさらにあなたとの深い交わりに入れられますように、サムエルがそうであったように、あなたの声を聞くことによって彼はあなたの預言者になっていきました。私たちまずあなたの声を聞く、そのことによってあなたのために用いられていくことを信じますので、そのように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの屈辱恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かにありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。気をつけてお帰りください。